地元ではみんな生まれた時から友達だったから。でもこっちは自分から声かけなきゃいけないし、ちょっと怖いな。そっか、そんな難しく考えなくていいんじゃねえの。さらっと言ってみ、友達になろ。もし俺が生徒でチュンチュンにそう言われたら普通に嬉しいと思うし、まあそれでダメだったら弁当ぐらい俺が一緒に食ってやるよな。よけた。こっち向け、こっち向け、うん、じゃあな。こっち向け。目が合って笑いかけてくれることがこんなに嬉しいことだって初めて知った。気色悪い。よし、じゃあ。え、星空みたい。でもさ、どうしてそんなに女の人苦手なの？あ、いいですいいです、すいません、変なこと聞いて。9割方うざい。え？あと1割は慣れてねえからどう接していいのか分かんない。うち俺がガキん時に母親が家出て親父と弟しかいねえから。んだよ。なんだろう、なんか話してくれたの、すっごい嬉しいよ。くしっ、ね、しとけば。え、だからいちいち人の顔じっと見んの。優しいマムラって不気味だね。はい、せ。あ、そう、思ったことがつい。お前いつもごちゃごちゃうるせえんだよ。ありがとう。おい、何してんだよ。いや、何もしてない。いいよ、行こう。もう別に構わない、俺たち付き合って。違う。そっか、おめでとう。まあ仲いいのもいいけど、そろそろ教室も戻れよ。今日からクラスメートになったよさのすずめさんです。気色悪い。チュンチュン、私多分恋した。好きな人に好きっていうの。ごめん、また今度。こんなに俺が祝ってやる。だからそんな顔すんな。私のこと好きじゃないんですか？好きじゃなかった、ごめん。お前俺のこと好きになればいいな。